どうも、お疲れ様です。即価塾のコボです。じゃあ今回はですね、1週間の振り返りで、えー、それぞれの曜日ごとのチャートを見ていこうかと思います。えー、と、まずはですね、21週目、一番最初月曜日に見たんですけども、まあテクニカルの週ということで、この1週間前ね、第20週に比べて材料が非常に少ないと。 で、材料が出たにしても、深夜に限られてるんで、これはね、テクニカルでしっかりと取っていけるなと思いまして、まず一番最初は前々からテーマになっている W は右辺が強いのね。どこら辺までこの右辺の陽線が突き抜けるかってことなんですけども、おおむねこの時点から139円から140円に行くんではなかろうかということで、2円とか3円の幅を取るためにね、この1週間を使っていこうかなっていう。 こんな形でした。で、週間の取引もしてる私としては、結構週のロットをね、積んでいって勝負してるとこですけども、まあ結果的にはこれはね、大きな利益になったってことなんですが、それにしても、1週間かけてずっと上昇圧力がありましたんで、皆さんにも利益の取りやすい、もしくはね、非常にテクニカルを学びやすい1週間になったんじゃないかなと思います。さあ、ではね、ちょっと進めていきましょう。月曜日のことなんですけども、 えっと、今回ね、FX の材料研究ということで、機械受注っていう、そういった材料について、ちょっとね、お話ししてみました。ここ、月曜日の動画に含まれてますんで、よろしかったらご覧ください。はい。そしてですね、同じ月曜日なんですけども、はい、ご覧のように、エントリーポイントを設定して、ここから利益を取っていくよってお話をしました。まあ、ありていに言ってずっと倍でいいんですけどもね。<laughs> はい。それで、火曜日のことですが、 はい。えー、火曜日はね、朝6時にこういった形になりまして、基本的には上昇圧力なんですけども、下に下がることあんまりないよねってことで、ここに線を引きましたよね。で、N 字を書いて上に行くところ、しかも下引きがかなり出ている、えー、ロウソク足の束ですから、心配なく、これはね、倍の方で取っていけるんじゃないかなってところですよね。で、火曜日もしっかりと利益を取らせてもらったっていうところでございます。で、 変わって水曜日なんですけども、15分足を見るときのコツをお話し,しました。まあこれは1時間なんですけどね。こういう風うに囲ったときに、15分でどのように活用していくかってことをお話し,しましたよね。えー、で、ついでになんですけども、これも上昇圧力がありますので、上に抜けていくことを意識しながら、このレンジを見ていたってことになります。このレンジ、懐かしいですね、なんかね。<laughs> はい。で、水曜日ですね。はい。で、大幅利確ができたのが、 このレンジオプションの中です下に達したところまあ上に圧力があるわけですからこういった時ってここで反転する可能性がね非常に強いんですよねで上昇圧力がある時は逆に上の方で反転するのかそれとも抜けてブレイクなのかに結構迷うんですよですんでレンジの中でも上昇圧力がある時ってこっちは逆張りを強めにいきますこっちはどっちかっていうとちょっとね どっちかなというふうに不安に陥れられるところですよね、まあ、そういったことを覚えておいてもらったらと思いますえー、で今度木曜日ですね木曜日は W は右辺が強いの月曜日の時点ではこの要線とこの要線しかなかったんですけどまんまと3つ目の要線が出ましたねということでネックラインを超えて大きく右辺が強いを証明したとさらに W の中でもこのね下の折れ曲がったところが ちょっと右肩上がりじゃないですかこういう時っていうのはさらに右辺が強くなりがちなんでね、えー、いろんな意味を持って今週は倍だけで取れたそんな週だったと思いますはい次は金曜日です金曜日はついに140円突破して私がねこうやってガッツポーズ出してるところなんですけどもすごい利益になりましたやっぱりね皆さんにもね習慣の取引ができるようにまずはデイリー 取引ね。こちらの方に慣れていただきたいなと思います。うん。だからね、あの、デイトレードが慣れてくると、どうしても1週間トレードが目に入ってくるんですよ。うん。で、材料のない時の1週間トレードって本当に楽ですからね。ぜひここまで上がってきてもらいたいと思います。はい。そして最後ですけども、最後は材料を確認して終わりましたね。えっ、ー、と、土曜日の深夜3時に、えー、動画あげましたけども、うん。こんな風に材料があって、そして、 この陰線陽線の特徴ね黄色で矢印書いてますけども申し上げましたよねでその直前にはこういう風なレンジも引きましたけどももしテクニカルを利用するんだったらブレイクアウトでここはまあ取れていたんじゃないかなとただまあ深夜だったんでねあまり起きてる方いないと思いますけどね、はい、ということで今週のまとめにさせていただきましたあお疲れ様でございました来週22週目は月末決勝が絡みますんでねちょっと慎重にならざるを得ない1週間になりますそれではお疲れ様です